ただガリガリなだけじゃない、思いのほか細すぎた、玉森裕太の美しいジョーラ肉体。10月16日発売のアンアンの表紙に、キスマイ FT2 の玉森裕太が登場することが判明した。裸の上半身にジャケットだけを羽織り、胸や腹が丸見えのセクシーな表紙画像も公開され、アンアンニュース上でも、見事なシックスパックがあらわに、肉体美を存分に披露していただきました。 といった文言で宣伝されている。しかし、表紙画像を見た人からは、写真、上裸にジャケット、かなり痩せた印象の玉森優太。え、ただガリガリなだけじゃない。体脂肪率が低いからシックスパックが見えるだけで、筋肉は全然なさそう。腕なんか私より細いんじゃないか、肉体美ではない気がする。と、 ツッコミの声が続出する事態に。玉森の筋トレエピソード。玉森さんは10月8日から始まる TBS 系のドラマ、あのクズを殴ってやりたいんだ。絵の出演に向けて肉体改造をしていたそう。同作はボクシングを中心にしたラブコメで、女優、奈オさんとともに主演を務める玉森さんは、役作りのために約1年にわたって身体を鍛えてきました。 確かに、表紙を見ると筋肉の凹凸が薄いようにも見ますが、無駄を削ぎ落としたボクシング体系とも言えます。芸能ライター。玉森は、以前にもボクシング絡みの仕事で肉体改造をしていたことがある。2014年に主演を務めた舞台、ドリームボーイズには、同じくキスマイ FT2 の千賀健トとボクシングで対決するシーンが、 この時も見事に割れた腹筋を披露し、バキバキでかっこいいと評案になっていた。玉森さんはドリームボーイズの主演を長く務めましたが、2016年の同舞台の囲み取材では楽屋にベンチプレスを入れたと語っていました。また、2017年にテレビ朝日系のドラマ重要参考人探偵に出演した際にもモデル役を演じるために筋トレをしていたそうで、 会見では、懸垂が好きと話していました。今年9月には、フレグラスブランド、ラボンの CM に出演した際のインタビューでハマっていることを聞かれ、ベンチプレスをどれだけ日々重く上げられるかが自分の目標胸を鍛える種目にハマって一生懸命、やっていますと回答しています。かなり継続的に体を鍛えているようですね。前室、芸能ライター。 今回のアン,アンでは、表紙以外でも肉体美を披露しているショットが見られるよう。表紙画像だけではわかりにくかったが、紙面内ではバキバキな筋肉を披露しているのかも。